入学前は単発の1万円の聖書を売れたんですけども、その後の長期講座がどうしても売れなくて、入学後は売らずして売れるってこういうことなのかなって思うことが経験できたということで、170万円の収益になりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は恋活婚活コンサルタントをされていらっしゃる受講生の和葉さんがインスタ170フォロワーで累計170万円の売り上げを上げられた秘訣について実績対談ということで動画をお届けしていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の動画を最後まで見ていただくことで、実際に少数フォロワーでも最短で売り上げ上げていくための方法であったりとか、高単価商品を販売していくのが苦手っていう方でもしっかりと商品を販売していくことができる具体的な動線であったりとか、そういった集客やセールスの動線というところが具体的にわかると思いますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなというふうに思います。では和葉さんの現在の業種活動内容を教えていただけますでしょうか。私は恋愛について発信してるんですけども、恋愛でも幅が広くて、恋活なのか婚活なのか、さらにもうすでに結婚してるけど性について悩んでるとか、本当に全般的なところから発信をしていきます。人には言えない悩みを持っている女性がたくさんいらっしゃるので、そういう方に具体的にアプローチするというところで、ざっくりと恋愛コンサルタントなんですけども、僕が深いっていうところで、なかなか人に言えないところを皆さん頼っていただいてます。一般的な恋活婚活コンサルタントとか最近すごい多いと思うんですが、一般的なそのコミュニケーションとかテクニックだけにとどまらず、和葉さんの場合はよりディープなところまでをしっかりと体系化して、そのあたりの分野とかもプロの視点から発信をされているっていうところが唯一無二のポジションとして確立できているポイントかなと思います。次に入学のきっかけっていうところも教えていただけますでしょうか。もともとは知ってたんですけども、なかなか入学する勇気がなかったんですけども、会社に所属しておりまして、そこから声をかけていただいてチャンスだと思って入学させてもらいました。次に入学前と後の変化っていうところも聞いていきたいと思うんですが、入学前というのはどういった状況だったんでしょうか。入学前は自分の商品には自信があって、単発の1万円の聖書を売れたんですけども、その後の長期講座がどうしても売れなくて、すごい自信がなかったんですけども、商品については自信があったので、自分のセールス力だったり見せ方は問題かなっていうのを自分で分かってたんですけど苦手だったんですよ。なのでどうしようかなと思ってたところに、一人自身がやらせていただいて、やりたいことがどんどん見えてきて、これをこうしたらよかったんだなっていうのが明確になったので、すごく楽しく発信をしつつ喜んでもらえながら購入いただいたので、本当に自分の理想の姿が実現できたと思います。次、入学の具体的な変化というところも聞いていきたいと思うんですが、売上面としてはどういった変化がありましたでしょうか。入学後はイベントをして集客をしたら売らずして売れるってこういうことなのかなって思うことが経験できたということで、具体的な数字としては170万円の収益になりました。素晴らしいですね、はい、ちなみに差し支えなければ内訳というのはどういった感じになりますでしょうか。3ヶ月で20万円の講座が4人と、3ヶ月で30万円の買い物動画をつけたのと上のコースっていうのが3名の方に購入いただきまして、合計で170万円ありがとうございます。入学前は単発で1万円ぐらいのサービスは売れていたけど、2桁万以上の高単価商品がなかなかセールスができなかったりとか、ブロックを感じてしまうっていう状態から、入学後でこういった成果を上げられている秘訣っていうところをこれから聞いていきたいと思うんですが、今画面に出ているのは和葉さんのインスタグラムということで、フォロワー数で言うと170フォロワーっていう少数フォロワーではあるんですけども、実際このインスタグラムを見てくださって、そこから最終的に購入に至っているというところで、和葉さんのねインスタグラムって夜の話だったりディープな話っていうのを発信されていらっしゃるので、めちゃくちゃ興味あるけどフォローせずに隠れて見てるっていう方も結構いらっしゃるんじゃないかっていう、そういうアカウントなので、フォロワー数としては170フォロワーですけど、最近はインスタライブの方でもよりディープな発信をされていくということで、リスクエッジとしてこちらに出ている新しいアカウントも立ち上げて、こちらの方でインスタライブとメインでされていらっしゃるわけですけども、少数フォロワーでもしっかりと売れていらっしゃるっていう秘訣ということで、簡単にインスタグラムの発信で意識しているポイントとかがあれば教えていただけますでしょうか。北野さんもおっしゃったと思うんですけども、婚活とか恋活の情報って YouTube でも本でも無料で出てるじゃないですか。なので本当に自分が感じた経験と体験してきたことで、自分が本当に思ったことは唯一無二なので、やっぱりそれって響くんですよね、すごく。なので自分の言葉で感じたことで、その時どういう風に相手が対応してきたかっていうことも気持ちを込めて、高いエネルギーの時に書くようにしてます。気持ちが乗ってる時にその思いを乗せて書くってすごい大事ですよね。テンションが高まって書きたいという気持ちで発信されていらっしゃるということで、タイトルとかデザインとかプロフィール文章とかも、VIP コースのリアルセミナーとかオフ会とかにも和葉さん来ていただいた時とかもプロフィール見させていただいたりとか、私は校長先生っていうのは気に入ってたんですけども、どうしてももうちょっと何か欲しいなっていう時に、来たのはさ、夜の校長先生ってどうですかって言ってもらって、それだと思って、今生徒さんからとか皆さんから校長先生って呼んでもらえるのがすごく身近に感じて嬉しいです。こういう覚えやすいでも独特で他の人と被らないキャッチコピーっていうのは重要だったりしますので、あとはストーリーズとかでもどういう内容を意識して挙げられていらっしゃいますでしょうか。ストーリーズは講座のテンプレートを学ばせていただいて、目的意識を持って、この日はこういう内容、講座が始まる時は教育集客に向けて、買い手側が買いやすいように気持ちよく買って
ていただくためにどうしたらいいかっていうのは講座を拝見してステップ組んでやろうと思ってそこは意識してます。特に笠原さんストーリー戦略を具体的に意識されていたっていう、うん、ストーリーを戦略的に使って販売につなげていくための何か施策であったりとかそういったポイントとかってありますでしょうか。私自身婚活の分野においては年収7桁ではなくて8桁の男性と結婚したい出会いたいっていう女性に向けて発信をしているので、うん、自分もブランディングを壊さないように安くはないのでちゃんと高額を売る女性で私から買いたいと思って信頼を受けるようにブランディングを意識しました。色合いとか高級感とかそういうところを意識されていらっしゃるっていうところもあると思うんですけども、もともと笠原さんノートとかを使われていたと思うんですけど、うん、そのノートとインスタグラム組み合わせ方とかその辺なんか意識してたポイントとかってありますか。私はもうやると決めたら本当にとことんやろうと思ってノートと Facebook グループも無料で作って Facebook をしている方にも認知してもらえるように無料でどんどん入ってきていただいてノートでは安いじゃないですか。なのでそれが見たいっていう方のためにとにかく私のことをどういう経験をしてきてどういう恋愛観でどういう男性と出会ってきたかっていうのをノートを見てもらうと全部が分かるように1から120ぐらいまでその時の心情だったり具体的にこう思った男性はこういう風に言ったっていうのを短いながらも端的に私の言葉で全て書いているのでそれを見ていただくと私という人間がどういう人間かっていうのを分かってもらえる。かつ Facebook グループではその私の使った経験をノウハウにしていろんな性の分野のジャンルだったり8桁9桁の男性の男性心理を書いたり私がこういう男性に昨日会ってきたよっていうのをすぐシェアしたりとか Instagram は入り口でもっと深く知ってもらって興味持ってもらうっていうことに徹底的に心がけました。素晴らしいですね。インスタグラムってどっちかっていうと、ね、動画だったりとか画像写真文化の媒体でリールとかがあったりするわけですけど、ノートとかアメブロでも皆さんいいと思うんですけど文字情報で記集しておくことで文字媒体からの教育っていうところでそこからより笠原さんのことを知りたいとかもっとファンになりましたっていう方とかいらっしゃったり Facebook グループっていう複数の媒体を掛け合わせることによって違った角度からお客様とコミュニケーションを取ることができるっていうそこをしっかり組み合わせられているからこそ、ね、高単価でこれだけ売れていらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、ちなみに成約率ベースでいうと今回の場合は何名中何名の方がご制約いただけたというような形でしょうか。契約率でいうと私が個別相談したわけじゃなくてセミナーをしてその時は40人ぐらい来てくれたのほかで7人ぐらいだったと思うんですけど、自分がセミナーにいっぱいいっぱいでちゃんとお客様のちょっとしたメッセージを拾うことができなくてそこはブラッシュアップしたいなっていう、次への改善ではあるんです。40名中7名のお客様にご契約いただけたということで契約率的にも単価的に言うとかなり初めてのセミナーしたら高いかなっていうふうに思います。でもその中でもすごく嬉しかったのがプロの婚活コンサルタントの方もお申し込みいただいてすでに相談所やってるけど笠原さんからもう一回学びたいっていろんなクライアントさんいる中で、私は男性の心がやっぱり分からなかったりするんでライバルですけど来ていいですかっていうすごく丁寧な言葉をいただいて入ってくださった方もいるのですごくそれが嬉しかったです。確かに同業者の方からもより学びたいって言って購入いただけるってすごい嬉しいですよね。Facebook グループもノートも全て網羅して他の人とは圧倒的に違うのでもっと学びたいっていうので来てくれたので今も始まってるんですけど講座は生徒さんにフィードバックして早速効果があったみたいで喜んでいただいてます。無料で情報を出す価値提供してもらう、うん、そして選んでもらうっていう流れは皆さんも一度これ聞いたことあると思うんですけども、うん、その中でも他の人発信しているレベルよりももう一歩二歩三歩以上踏み込んだ深い内容とかと笠原さんだからこそ語れるそういった内容を無料で発信されているからこそ、うん、無料でこれだけの深い情報を発信されているってことは本講座もっとすごいに違いがないっていうところでより価値を感じていただけてご成約につながっていると思うんですが、改めて今回初めてのセミナーをやる上にあたって特に意識したポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。始める1ヶ月前から種まきはしておりました。セミナーするよって急に言っても集まらないので、あとは曜日だったり時間、私の場合は週末日曜日の9時からしたんですけども、全然違う時間にしたこともあるんですけど、やっぱり集客がいまいちだったり、その層によって内容が性のことを発信してるので、1回言われたのがマイクオンにして家族で聞こえてしまって焦って切っちゃったって言われたこともあるんで、それは事前にそういうのをお話しするんで、できれば耳でお願いしますって、あんまりそこまで激しいこと言わないんですけど一応耳でお願いしますっていう感じで、あとは内容が内容ですのでウェビナーでやってみました。自分が参加してるっていうのがバレないように、本当は皆さんの顔が見えた方がいいのは分かってるんですけど、参加する側としては質問しにくかったりするのかなと思って、そういう層に合わせてウェビナーを取り入れてみました。基本的にセミナーセールスってビデオオン参加っていうのがスタンダードといえばスタンダードなんですけど、顔出しをプライベート的にちょっとしたくないですっていう場合、逆になしの方が安心してオープンマインドで聞いてくださるということもあるので、そこをビデオオフにしていただいてっていう工夫を施されているということで、改めて高単価商品を制約されて心情的な変化だったり気持ちの変化って何かありましたでしょうか。生徒さんからすぐに言われたのが、すぐに行動していただくと結果ってめちゃくちゃ早くて、始まって1週間ですでにアプリ大会した女性もいるんですね。そういう女性は高単価の30万円を支払いしていただいた方なんですけど、30万円払ってこれって笠原さんに払ってるんじゃなくて、自分
に合ってるんだっていうのすごく分かって、めちゃくちゃ気持ちよくなりました、ありがとうございますって言われたんですよ。始まった後で、初めいろんな女性がいるのでそんなに安い金額じゃないのもちろんなんですけど、初めて自分に対して投資ができたことに関してすごく喜んでいただいてる。だから私も私にもらってるんじゃなくて、将来の自分に投資してるっていう感覚でもちろんいただいてるんですけど、それが30万でも20万でも40万でも50万でも必ず皆さんに返ってくるっていうのを信じて、恋愛コンサルとか婚活とかやってると皆さん自信がなくて、逆にみんなより多分私の方が自信がありますよって、皆さんより私の方が皆さんの幸せを確信してるんで、皆さんは自分で自信がなさすぎるんですけど、私の方が確信してますよっていう形で接しているのができるのは、しっかりと高単価の金額をもらっていて覚悟で入ってきてくれてる女性で、そういう女性は幸せになれるっていうのを信じてるので、すごく循環がいいというか、のでそういう提案ができてよかったなと思ってます。素晴らしいですね、ありがとうございます。では最後ですね、改めて入学してよかったこととかがあれば教えていただけますでしょうか。北野さんの講座は本当に充実してて、私のためだけにやってるんじゃないかと思うぐらい、今セールスで悩んでたら本当にセールスのピンポイントのところ、ノウハウを喋りすぎないとかもっといっぱいあるんですけど、それそれっていうのを連続でね、LINE につまずいていたら次の日の講座が LINE の配信になったり、不思議と今の私に必要なことが全部オンタイムで来るんで、北野さん私のためにやってるんだって思うぐらいすごい不思議でした。VIP コースの場合だと毎週の実践会と別にグルコンとかもあるわけですけど、グルコンで話す内容は受講生さんの今の進度だったり、それこそ質問サポートラインとか僕が見させていただいてるので、最近質問が多かった内容とか、それから逆算してできるだけ皆さんにタイムリーな情報をお届けしようと思って毎回内容を変えているので、なのでそれから長谷川さんにとっても今一番求めているようなタイミングだったっていうところとかもあると思いますか。あとは私もいろいろお金を投資してきてビジネス講座も入ってきたんですけど、北野さんの言うことは男性ってスパルタかなって思ったんですけど、このメッセージ北野さんが返してくれてるんですかって思うぐらい、これとこれとこれが必要ですっていう本当に具体的な言葉で、かつ女性が欲しい言葉で言っていただけるので、めちゃくちゃ心地よかったです。なので素直にしますさせてくださいっていう形で行動できたので、みんな世の女性は北野さんから教わる方がいいんじゃないかと思うぐらい入りました。すっと全てが。ありがとうございます。では最後、この動画を見てくださってる方でこれから SNS を始めていきたいとか、弊社 SNS 集客学会に興味あるけども迷っているって方も、ね、いらっしゃると思うんですけど、そういった方に向けて最後一言、カザーさんからメッセージがあれば言葉いただけますでしょうか。不安なのは何をしていいかわからないのが不安だと思うんですけども、必ず何をしていいかが分かりますし、それを楽しく実践できる講座が本当にこの講座だと思ってるので、一歩でも踏み出してやれれば2歩下がってしまう時も来るかもしれないですけど、着実に3歩分の体力がついてるっていうのは続けて分かります。だから諦めずにちゃんと続けて、信頼できる北野さんみたいなメンターを出会えたことにチャンスを逃さず衰退しながらも進んでいって、3歩分の体力をつけていくとちゃんと伸びますっていうのを私では感じました。もちろんビジネスをやっていく過程でずっとうなぎ登りでいくかっていうと、伸び悩んだりとか壁が来たりする時ってあるんですけど、だからこそメンターの存在とか、もちろんうちでもそうですし、うちじゃなくてもそうなんですけど、止めてしまったらそこで終了なので、ずっと継続していくっていうところと、学び続けていくっていうところ、そしてそこからの改善の視点っていうところはお伝えできるかなと思いますので、ぜひご参考になれればなというふうに思います。ということで今回カズハさんと対談として動画をお届けしてきたわけですが、最後カズハさんのインスタグラム、そして LINE 公式アカウントも概要欄に貼っております。でこちらもとても発信とかも上手ですので、ぜひ皆さんも必ずチェックしていただけたら嬉しいなと思うんですが、概要欄からカズハさんの LINE 公式アカウントに登録していただくと今だけプレゼントももらえるということで、特典の内容も簡単に教えていただけますでしょうか。モリモリの重大特典で、まずどうしたら男性と出会えるか、どうしたらモテるか、その先のステップですね。私ならではの色気を出したり、年収8桁9桁の男性とのコミュニケーションだったりとかは、もっとその先を見据えた相手とは特性の相性もあった夜の営みっていう分野まで、ここまでプレゼントでお渡ししてる人っていないんじゃないかっていうくらい自信はありますので、ぜひ重大特典受け取って素敵な一歩を踏み出してほしいなと思います。ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さんチェックしてみていただければと思います。カズハさん、本日はお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは1つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインスタ
サイト分析完全攻略講義動画、10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート、そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット、これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらね、11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですね、そのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップ、そして集客を加速させるためのヒントとしてね、ご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。